どうも皆様こんばんは、マーヤです。さあ本日もスカイリムスペシャルエディションで遊んでいきたいと思います。いきましょう。さて如突団の面々です。いや今日はちょっとメンバーが違いますね。今日は肉叩きシスターズ、はたまたミートチョッパー三姉妹、なんかネーミングはよくわかりませんけれども、ノラ様、カイラナ嬢、ユリアナ、この3人でやっていきたいと思います。ユリアナがちょっとやばいな、これ。父牛紋州。そんな感じですけれどもね。何を蓄えてるんでしょうか。よくわかりませんが、このね、素晴らしいボディとね、凛々しい顔。ほら、あ、北斗の拳に出てきそうやな。あ、凛や、凛。大人になった凛や。ぽいよね。赤髪で。ちょっと体つきはやばいけど。そして、カイラナ嬢。このマントがかっこいいな。ここさ、ちゃんと穴開いてて、ここに武器が収まるようになってるんやな。いいじゃん、いいじゃん。いつもかっこいいな、あなた。ちょっとこのマントのせいでね、ケツを拝めないっていう、まあそんな感じなんやけど、まあまあ、このマントがかっこいいから、いいか。よし、この感じでやっていこうか。あら、いいですね、みたいな。よし、行くぞ。このね、最強近接コンビ。これ全員ね、今日は、近接武器を持った、肉叩きコンビ、これでやっていきたいと思います。いきましょう。でさあ今日のお仕事がこれか。闇に眠る刀剣、デルフィンはドラゴンが蘇っており、次のドラゴンはカイネスグローブの町近くで復活すると思っている。ドラゴンを殺して彼女に自分がドラゴンボーンだと認めさせれば、彼女は自分の正体と目的を説明すると約束した。なるほどな。まあとりあえずドラゴンを倒しに行くと、そういうことや。今日の晩ご飯はドラゴンですぞって言うとね、みんなこのテンション上がってきますからね。やったーみたいな、そんな感じでやっていきたいと思います。行くぞ。早速行くぞ。すぐ後ろにいますよ。もう近くでしょう。マーカーがここね、この白いマーカー、これですわ。ここに向かっていくと、歩いていけるかな。できればこの感じのね、あ、こっち、あ、山越えなあかんよ。え、いけるこれ。しかも結構吹雪いてるぞ、これ。めちゃめちゃ寒い。馬乗っていきたいけど、まあいいか。このまま行こう。ほら、もう凍ってきたわ、これ。かなりの温度やぞ。よし、じゃあまあゆっくり行きましょう。ドラゴン倒すだけやからね。速攻で倒せると思う。どうかしたか、大丈夫か。オッケー、行きましょう。あらゆる商品を取り揃えてお待ちしています。あ、すごいな。こんなとこで店開いても誰も来へんやろ。現在地ここね。あとこんだけやから、まあ歩いて10分ぐらいのとこかな。っていうかドラゴンの鳴き声がもうぼちぼち聞こえてきそうな気もする場所やけどね。今んとこその気配はないぞ。そして日が暮れる前に行った方がいいよね。そして早いとこ叩き殺してやった方がいいかもしれん。よっしゃ、行こう。走っていこう。またこの道中でね、頭の悪いバンディットが出てくるかもしれんぞ。わ、これどっち？こっちか。こっちから行くんかな。わざわざ殺されに来よるからね、バンディットが。なぜ我々に喧嘩を打ってくるのか、ちょっと理解に苦しむが。今日は、ユリアナがさ、すごい魔法使いやからね。そしてカイラナ。カイラナはもうこのハンマーでね、敵の脳天を叩き潰すっていう、まあそういう仕事。そしてノラ様は首を切る。そんな感じですわ。何？うわわわ、なんか来たと思った。おいおい。何？やめときや。私の従者たちはかなり凶暴だぞ。そんじょそこらじゃ勝てんぞ。ほら。死んじゃった。誰を殺したんや。バンディット？やっとうか。やめときゃええのにな。おっと、ドラゴン来たぞ。来たな、来たな。そして仕事の依頼主はどこ行った？どっかにいてるはずやぞ。オバハンがね、ドラゴン殺せって言ってきたから、さあ一緒に行こうかみたいな感じになったんやけど、どっか行っちゃったな。多分現場にいてはると思うんやけどな。よっしゃ、行くで。どっから登ってんかな、これ。大丈夫かな、勝てるかな。
ちょっとやられちゃったらかっこ悪いからな。気合い入れていこう。ドラゴンバスター。ドラゴンボーン。おお、聞いたな、こいつやな。そんなに強くないでしょう。ねえ。従者たちがいれば全く問題ないとは思うんやけど。来たぞ、来たぞ。もう始まるんかな、いきなり。音楽がまだ変わってないんよ。音楽が戦闘曲に変わると、ちょっと警戒態勢やな。まだ今のところ大丈夫か。おお、怖いな。サーロクミエル、ジルクロトバーウルゼ。ドラゴン語を使ってるで。うわ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 。よいしょ、ちょっと用心していく。おお、来たぞ。うわ、出てきた出てきた。ちょっと待てよ。おい、どっちか一体にしてくれよお前。さすがに肉叩きシスターズでもお前ドラゴン2体は厳しいぞ。お前ら用心しろよ。うわ、復活したドラゴン。うわー、切ったこれ怖えな。ちょっとすまんな。ドラゴン語はわからんわ。よっしゃ、行くぞ。絶対負けへんぞ。今日の晩ご飯や。オッケー。ユリア、おっと、ユリアナがボウガン持ってるんよな。なので一応どっちもいけるんよ。よっしゃ。よいしょ。小探し。どうってことねえわ、こんなもん。よいしょ。よっしゃ、またドラゴン乗るぜ。ドラゴン騎乗位、前回もやったけどな、これ。さあ、ライド。いつものごとく、ドラゴンライド。よいしょ。どうじゃ。我々にかかればドラゴンもこのざまよ。やっとわかったか。よっしゃ。でさあ、やっと現れたの。おばはん、どこ行ってたよ。質問に答えなくちゃいけないわね。さあどうぞ。よっしゃ、じゃあとりあえずドラゴン倒したからな、戻るか。一仕事終わった感じやな。しかしここマーカーがいろいろと、マーカー、未発見のマーカーがあるな。ちょっといろいろと探索していきたいとこやけど、うん、ちょこっと行ってみるね。この空気感がいいよな、素晴らしい。ちょっと散歩したくなる、そんな雰囲気ですね。でまあ今日はね、晩ご飯がドラゴンやからワインを仕入れよう。ワインというのは男の血、やつらの血をね、絞り取って、それとともにドラゴンのローストをいただく。今日はそんな感じで行きたいと思います。なんかいてますか、誰かいてるか。また歩いてたらバカなバンディットがね、のこのこと寄ってきますから。我々メスの匂いを嗅ぎつけてね、バカなバンディットがやってくる。そしてやつらの首を刈って血を絞り取る。まあそんな感じやな。あ、いいな、めっちゃいいね。すごいね、景色が。わあ、うん、この霧がかった感じがいいね。肉叩きシスターズ剣山、ここかな。あ、なんか建物があるな。これか、これか。うん、なんか砦みたいになってるな。バンディットかな。大丈夫お前たち、行くで。誰かいてるん？なんかジャイアントのあれやんな、これ。巨人の巣ちゃうの。そして怒らしてない、怒らしてない、怒らしてない。やめときて、やめとけ。なんやなんやなんや、ちょっと待って。おお、すごい数いてるぞ。やめとけて。無駄に命を粗末にするな。
じゃあ。そしてちょっと待てよ、おい。なんか、おっ、ものすごい数の敵の。ちょっと気をつけてくれよ、おい。数多すぎるわ、これ。死ぬなよ、絶対死ぬなよ。うわ、なんか変なやついてるんだ。小人がいてるわ。こいつらの汚い血はいらんけどな。興味ないけどな。ヨトツダにかかったらどうなるかをちょっと教えとった方がいいかもな。よいしょ。こんなとこでさ、おっと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 、おーおーおお、なになになに、こいつか。今体力回復してくれたからよかったけど、あぶね。よいしょ。ごめんな。ニョトツ団にここを発見されたんがお前たちの運の尽きやな。悪いな、すべて破壊させてもらうぞ。今日はニョトツ団ではなく肉叩きシスターズやけどな。心に刻んでおけ。楽しくなってきたわ。よっしゃ、じゃあこっち行くか。こっちか、なんか行けるか。おお、すごいね。ここ我々のアジトにしたいな。おお。よっしゃ、来た。おいおい、素手で来たんか、お前。せめて武器持ってこい。よいしょ。血に染まったそのマント、いいね。そしてユリアナは大丈夫か。いろいろあるわ。ここにみんな呼ぼうか。他のメンバーここに呼び出してさ、ここでどんちゃん騒ぎすんのもいいかもな。これだけの砦やで、これ。これはちょっと我々の拠点にしたいところやけど。さあ、残りのやつら全員ぶち殺していこうか。どこや。うわ、ちょっと待って、おい。これはちょっと怖いわ。それやめて。サーバルキャットやめて。よいしょ。おい、どこ。ごめんな。これだけか。もう、あの、小人は死んじゃったんか。まず、やつらを全部倒そう。怪我わらしいやつらを全部消毒しよう。それからや。これこれこれ。ん？あ、おったおった、逃げたな。逃げれる思うなよ、お前。おい。おいしょ。死ねえ。あばよ。おいしょ。バイバイ。まだいてるな。こっちか。逃げても無駄やぞ。お前たちのこの臭い匂いでね。居場所がわかるんや。消毒や。おったおったおった。はい。なんか喋れるか。人間の言葉が喋れるのか、お前たちは。おいよ。身長ちっこすぎるから、なかなか首切るの難しいな。オッケー。あそこの上にいてるんやな、ここに。これ村長ちゃうか。ほら。あいつ一番偉いんかな、もしかして。これどうやって上上がるんや。どうやってどっから上がるんや。私がとどめを刺しに行こう。こっちから登れるか。あ、登れるわ、登れるわ。こっから登れるわ。小人じゃないとこれ登りにくいんやな、こいつやな。おい。残りあと、あ、なんか村長かな、こいつ。ねえ。悪いな、お前たち。死んでもらうしかないんや。なかなかええとこやんけ、ここな。オッケー、よっしゃ。じゃあ死んでもらおうか。よいしょ。ごめんな。オッケー。完全壊滅させてもうたな。悪かったな。ちょっと悪いことしちゃったな。まあでもこれしゃあないね。我々も生きていくためにね、血と肉が必要やからな。仕事みたいなもんや。よっしゃ。OK、みんなよくやってくれた。ありがとう。カイラナは大丈夫か。さっきちょっと血まみれやったけど、あれは、カイリ血やな。あなたの血じゃないよね。よっしゃ。
ちょっとでもここあれうわうわ馬死んで、馬とオークが死んでるぞこれ。襲ったんか。ああ襲ってここでうわほらほらほら溜め込んでるんやな。うん、やっぱやばいやなこいつら。滅ぼしてよかったな。うん、まあこういうやつらをねとりあえず芝居でいこう。まあこれも如突団の仕事やからな。よし、じゃあ今日はここでドラゴン祭りとしようかね。ここちょっとね段を取るにはいいかもしれん。ってことで今日はここでじゃあ一服しようかな。ドラゴンの肉を焼いて血を飲んでどんちゃん騒ぎといこうじゃないか。みんな呼ぼうかね。はい、ってことで今日はここで一晩過ごそう。